こんにちは。お天気をお伝えします。5連休初日の今日、ご覧の小樽では行楽日和となっています。午後は日差しのパワーで道内気温がぐんと上がりそうです。予想最高気温は小樽や札幌中央区で23度と昨日より8度も高くなります。札幌手稲区や紋別、女満別空港では昨日より10度前後も高く24度と夏日に迫る暑さになりそうです。ポイントはこちら。まだ暑さに慣れていない時期なので日傘や帽子などで暑さ対策を取るようにしましょう。では今の帯広の様子です。この時間気温は20度もあります。では午後の天気と気温です。全道的に行楽日和です。この天気が後押ししたのか、稚内と根室では今日桜の開花が発表されました。道内各地桜が見ごろとなっていますが、今日は風がやや強く空気が乾燥しています。お花見を楽しむ際は火の取り扱いにご注意ください。そして今の札幌、お出かけするのにもいい陽気ですね。では5連休の天気の傾向です。明日はさらに気温が上がり夏日の地点が増えそうです。ただ夜は東北やオホーツクでにわか雨の可能性があります。金曜日は天気が下り坂、土曜日にかけて雨や風が強まります。気温は急降下し、日曜日は晴れ間が戻ってもひんやりが続きそうです。今の旭川の気温は 19.2 度。今日の陽気は明日も続きそうです。週間天気です。明日の最高気温は帯広で26度と夏日になりそうです。旭川は23度と昼間は初夏の陽気ですが、夜はにわか雨がありそうです。お出かけには傘があると安心です。その他の地点、傘の出番がありそうなのは金曜の夜と土曜日。特に土曜日は寒さも戻るので服装選びにも注意が必要です。以上お天気でした。